ああ、夜寝れましたよ。久しぶりの睡眠でした。そう、しかもちゃんと久しぶりにね、ご飯食べたし。耐えましたよ。だから今日も早めに寝ようかなーって。なんか今日は寝れそうな気がするんですよね。やっぱりちゃんとご飯食べないと寝れないんだなって。そんな感じだよ。今日はだから本当に久しぶりにラーメンも食べました。いつぶりだろうか。そう、リフレッシュできた。なんかね、みちょさんといろんな話して。私が今日行った場所は、日曜日はなんかあれだって。夜はやってないけど。私が行った時は並んでなかったです。 100g からあるんですよ。から300かな。でもめっちゃね、そう、行きやすかったです。なんか最初に入る前に聞かれるんですよ、メニューを。だからラーメンで 100g お願いしますって言って、で実際に入ってみて、でラーメン完成して、その前になんか「なんかニンニク入れますか？」って聞かれるんですよ。そこでなんか「少なめ」とか「あり」とか、野菜増しでとかって言うんですよね。私あんまりね、それ分かんないんだけど まだ分かってないんですけど、だから私は少なめって言いました。でも全然分かってないくても、なんかねえ、大丈夫な感じでした。頼みやすかったです。だけまたね、行きたくなった。そうそう、100グラムは本当に100グラムだった。ふふ。家系、私家系がね、まだね、分かってないんだよね、味が。でも、そうだから次は家系に行きたい。そうなんです。
気になります。写真で見た感じ、具がいっぱい入ってた。って感じです。幸せでした。おいしいおいしいって思いながらご飯を食べれるのは三つ編みのサーヤン。三つ編み？昨日のことかな。昨日はね、画像で見れるよ。ストックめっちゃありますけど、なんかあんまり前髪がうまくいかなくてって感じ。そうなの。前髪が失敗したまま私は3時間目行ったんですよ。前髪をなんか調整してたらチャイムが鳴ってキャーってなって走った。でもその走ったことによってまた風でなんかまた崩れて、時々なんか黒のお洋服を着てる方が壊れたら、なんか反射して自分が時々なんか見えるんですよ。なんかアクリル板なんかになんか映って、でめっちゃ崩れてて私の前髪が。やばい、自分こんなに崩れたままずっと折ったんやと思ったらなんかわーってなった。だから結構気にしてました。そうだけど、その終わった瞬間にもうメイクさんに直してもらった。そしたら直った。そんなこともあったよね。と思ったら昨日はすごい湿気があったんですよ。湿気がすごくて、さすがの私の湿気には勝てんかった。意外
と前髪が崩れてるとかも分かんないんですかね。自分しか分からない感じなんかな。なんか今日前髪崩れてるねって思ったことないですか。意外と自分だけなんかな、気にしても。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。なんか、わかると思ってました、あんな方。あ、そうなんだ。私はめちゃくちゃ気にします。で、公園で全然なんか気にしてない感じの人が。汗にも勝てないんだよね、前髪って。ありがとう、よかった。公園無理だね。公園で前髪を刺繍することは不明。しかもね、夏が始まるから、さらに。ヤンマがね、来週です。ヤンマが来週です。何人目なんだろう。27回目って言ってたから27人目なんか私。イエーイ。ついに来週です。皆さんお待ちかね。皆さん相当待ったと思われますけど、そう、私が言ってたことが当たりました。やったー。ね、でもさ、本当にさ、1週間後ってね、もうちょっと早く過ぎてほしいって感じなんですけど、そのためにね、少しはなんか頑張れる理由になりますかね。そう、無料のカウントね、わかんないよね、あれね。あれは分からんけど、まあでもいっぱい見てくれたらなーって思いますね。本当よね。とりあえずそう、たくさん見たらいいと思う。はは。ありがとう。そうなんですよ。そう。
なんかね、そうなんですよね。ポイントがあって、ランキングがあって、このランキングでによって、関東とか巻末の紙面に乗れるという、そうなんですよね。ヤンマガさん、そうですね、私はもうね、とりあえず毎日更新していこうかなと思ってますよ。毎日オフショット載せていこうと思ってます。配信でも、そう、配信でも見ようかな。無料と有料があるんだよね。ふん。そうです。そう、いっぱいね、そう、解説したいね。無料が1週間だけ。うんうん。無料が1週間だけで、あとは流用の期間ですね。流用は10日間更新。流用は継続期間が重要。そうなんだ。延長。延長か。10日間見れるってことですね。懐かしい感覚ですね、延長って。結果、あ、そう、ランキングなんか出てるよね、確か。そう、無料はね、そう、なんかポイントの加算方法が分かんないらしいんだけど、ね、でもその見たポイントによって変わるらしい。無料は1週間でどんぐらい見られたか。1週間勝負。そうだから、そうだね、その1週間はめっちゃ見て、みんなでめっちゃ見て。あとはそれからですね、私も見ます自分で。
自分で自分を見る。一人何回見ても、うん、わかんないんだよね。でもなんかいっぱい見とこうって感じ。そうです、自分で自分を見る。恥ずかしい、恥ずかしいと思う。でもなんかその自分は見れるんだよね。なんかね、私はね、いつもね、その完成されたなんかグラビア撮影とか完成されたのを見た時はなんかちょっと自分じゃないような感覚もあり、って感じですね。そう、いつもね、そんないろんな自分、なんか自分で自分見ることできないからさ、その時完成されたのとか見て、自分ってこんな感じなんだなってなんか見れる。そうなんですよ。だからそうですね、好きですね、好き。どんな感じになってるか分かんないけど、ありがとう。自分見てない、多分皆さんと一緒に見、同じタイミングで見えるんじゃないかな。流量の方も見えるか分かんない。見えるんかな。課金するか。自分に。自分で自分に課金するか。ね、衣装めっちゃ可愛いんですよ。私の好きな感じになりました。もう一個ね、もう一つあるんですよね、違う衣装が。それもね、いい感じなんで。あんまり言い過ぎたら皆さんの楽しみのボルゲージがちょっとあれですね。あ、ボルテージボルテージが限界を迎えそうなんで、まあ、ここら辺で、あとは一緒に待ちましょう。
うだよ、お楽しみね。そうなんです、1週間ね。楽しみがあるっていうのはいいですね。そう、まだそう、 BLT さんもいつ発売か、そちらもありますからね。嬉しい、こんなに楽しみなことがあって。 BLT さんもあの、そう、白いワンピースの方は載せてるんだけど、もう一つそれも衣装があって、そっちもね、結構意外な感じなんで、それも2種類あるの。意外な感じ。楽しみ。今まで着たことないですね。夏って感じ。嬉しいね。この前の高尾山では冬って感じで、次は夏って感じだからさ、なんかいいですよね。次は秋がいいな。そう、春夏秋冬、次秋狙ってます。勝手に。全制覇ね、アンケート書いてほしい。チェキも当たるかもしれませんからね。チェキめっちゃ可愛くしたから、あ、リールね、そう、今日も投稿しようかなって思ってます。どうしよう、今日は23時ぐらいに投稿しようかなみたいな。コメントね、コメント多い。多分毎回書いてくれる方が100人いらっしゃるんですよね。ちゃんと見てるよ。
ね。そう、リールってなんかそんなになんか自分が自分はあんまり自分だからさ分かってないんだけど、やっぱいいんですね。なんかどんどん飽きてくるのかなとか思ったんですけど、やっぱいいんだ。もう何が正解か分からずに、とりあえず気楽に投稿してます。そうなんだね。うん、あ、探してたのあった。座椅子の下に挟んであった。探してたのに、よかった。これメイク用品です。これこれメイク用品です。これはペンみたいになってるんですけど、これがね、涙袋ライナーなんですよ。色がちょっと薄いんですけど、これを涙袋にしとかってしたらすごい強調される。でも私の涙袋結構ね、そう、自分の顔の中で結構良きポイントなんですよ。なんか前までなんかあるよねって言われてもなんか全く分かんなかったけど、最近なんかうん、特徴的って思ってる。目褒められるの結構ありますね。あとね、ここのこことか目頭も、私メイクで別にしてないんだけど、なんかメイクでこの目頭をなんか強調させるとかもあるらしくて、なんか時々その目頭のラインうまいねって言われるんだけど、何もしてないんですよね。そう、あと黒目も、そう、黒目もなんか大きいんですよね。なんでかわかんないですけど、黒目大きいんですよね。あとちょっと目の色も薄くて、よく見たら目の真ん中にちょっと鼻みたいな感じなんですよ、私の黒目の中。鼻みたいになってて、そう、ひまわりみたいなやつがあるの。本当にめちゃくちゃミラナわからんけど、近くで見るのわからんけど。
いつか見れるかもしれないですね。そうなんですよ。アイシャドウ、私アイシャドウはいつも定まってないんですよね。でも全部ピンク、いっぱいあるんだよね。クリオのパレットか、エクセルはずっと使ってる。最近は公演の時はリリミューのキラキラしたやつをここら辺に乗せることによって気分を上げている。あと何個、好きな色使うのいいよ。この色かわいい。とりあえずピンクが好きなんだよね。これは結構明るくなる、目が。なんかちょっと白っぽくなるから、なんか結局濃い色をのせるんですけど、だからなんだろう、ベースにいい、このリリミューは指原さんがプロデュースされてる、ちょっとこういうキラキラしたやつこうのせて、広げる。そしたらこうキラキラして見える。動いたら感じで、でそういう時にこのさっきのこれをなんかここにするんですよ。そしたらなんか強調されて、感じです。そう、これね結構ねあるとないととねちょっと違うかも。自分はあとチークとかも全然違う。チークも私はいつもこう横にするのが好きで、
こらへん笑って、この辺が好き。なんかこうする、最初こうしてたんですよ。でもなんかちゃんとこうした方が、ここまで私は強くなった方がなんか全体的に明るくなる。なんだろう、好みとかもあるけど、なんかチーク塗る場所によってでも変わるらしい、顔のなんか形とか、顔の形なんかこう見える、見え方が変わるらしい。そう、私はチークね、好きですね。ガンガン入れちゃう。ね、詳しくなった。そうだね、メイクさんからよく教えてもらう。あとは何だろう、ないかな。タピオカの頃タピオカの頃知りませんでした。タピオカの頃はなんか本当に顔に何か塗るのがめっちゃ嫌だったんですよ。めっちゃ嫌でやったし、なんかただなんかアイシャドウを4つぐらいの色をなんか順番にピョン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 ってなんか塗ってみたいな。でなんか薬用リップに近いリップなんか塗って、なんかやっぱり強いやつは、色が強いやつはなんかすぐ唇が荒れるんですよ。私結構すぐ荒れる人だったから、なんかあんまつけなかった毎日。だから色付きのあの薬用のリップが好きでって感じです。それを使ってましたね。2色があって、なんか赤いやつとピンクのやつ、それは全然荒れなかった。肌弱い、肌弱いですね私。それもね、ほんと加入してから STU 入ってから気づいたんですけど、肌弱いんだなって。なんだろう、薄い肌が。あ、そう、金属だから、そう、金属もちょっと弱い。金属にも弱い。そうなんです。だから結構洗顔とか。なんかあんまりなんとかフリーみたいなやつを使ってますね。そう、てかあんまり洗顔はあんまり私しないんですよ。なんか逆にね、なんか負担かかるみたいな。そう、
そう、顔を洗うときに、なんかメイクとか落とすときに、熱湯なんか温かい熱いお湯は本当にダメですね、あれは熱湯じゃない温かいお湯はなんかもう全てを台無しにする。お水が、冷たい水がねしてからね、めちゃくちゃ変わった。ほんとちょっとしたことでなんですけど、そうなんよ。これはみんなに言いたいね。それだけで結構変わった。かといって私は温泉は好きだからね、温泉とかの温かいお湯は好きなんですけどね。洗顔あんましないな。時々なんか1週間に1回ぐらいちょっとなんかなんて言うんだろうな、スクラブみたいなやつですっきりしたりしますよ。でもほぼなんかほぼ毎日メイクしてるから、なんかクレンジングバーム、私はバームが一番好きなんですけど、それでやってますね。なんかそうクレンジングメイク落とすやつが、オイルとか、オイルとクリームと、そう、そのバームとかいろいろあるんですよ。その中でもなんかオイルはちょっとなんか強すぎるみたいな、なんか落ちやすいけど強いみたいなのよく言われてて、でも私全部落ちるやつがいいなと思ってたら、コロにバームやってみたらなんか落ちるし肌に優しいみたい、あとマッサージもできるみたい。なんか溶けるクリームもやったことあるけど、なんか私のクリームの仕方がちょっと下手なのかなんか落ちきれない時があって、でもバームはね、そう落ちてくれます、自分の顔では。バームはなんだろう、なんか こってりしてる、こってりしてて、なんて言うんだろうな、なんて言うんだろう、あれなんて言うんだろうな、あ、バターみたいな感じ、バター、あのあるじゃん、あれバターみたいな、バターをシュッてして、そのバターをなんか塗ってるみたいな感じどんどん溶けてくみたいな、顔に乗せてなんかこうしてたらなんかどんどん溶けていってみたいな、でなんか馴染んできてみたいな、そんな感じ。マーガリン、そうだね、マーガリン、マーガリン、うん、いやバターかないやマーガリンか、確かにマーガリンだね。バターは硬すぎるのか。そう、結構固形、見た目固形ですね。固形で。
そう、トーストに塗っていく感じとすごく似てる。でどんどん溶けていくよね。なんかあれマーガリン、どんどんなんか広げていくと溶けていくよね。あれバターかあバターですか、あれ。じゃあバターですね。わかりやすいね。私もすごいわかりやすいね。できたわ。こんな感じでやってます。あ、そう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 、焼肉の時に引くあれね。牛脂でしょ。読める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 。言わなかっただけ。私はそう、あえてあれって言ったんですはあえて。そうそう、あえて好きですからね私。そうですよ。逆にみたいな、あえてみたいな。そんな感じよ。なんかめっちゃ可愛いがいっぱい来た。釣り犬さんありがとう。昨日はありがとう。あ、昨日ありがとうございます。そうね、昨日大阪いたんだよね私。そうなのよ。今日も可愛いけど、昨日の浴衣さやかちゃんはびっくりするくらい可愛かったよ。ありがとうございます。びっくりするぐらい。待って、6月終わる。やばい。もう7月だよ。なんか急に思っちゃった。
でもさでもさ7月さ、やっぱりあのヤンマがウェブにさなんか載せてもらえてさ、いい7月の始まりだよね、いい夏の始まりだよね。今日が日曜日って感じがしないんだよね、なんか今日月曜日って感じがする。ありがとうございますって感じよ、ほんと7月。そんなつりけんさん泣き物言い方ちょっとおかしかった。ありがとうございます。イエーイ、サーヤン、ありがとう、ありがとう。目力ありがとうございます。よいしょ、ありがとうございます。押すな、押すな。そうなんよ、あのそう、密かにね、密かにちょっと楽しみにしてたあのヤンマガウェブがなんか登場する時の人のメンバーのことをね書くんだけど、私はどう書かれるのかなって楽しみにしてた。お、夏いいね、夏いいよね。え、なになになに、なんかコメントが追えなく、なんだ、お、あこれはまさか、いやまさか来たー、どうもどうもどうも、高尾さやかです、 STU です。びっくり、急にだもんね、急にだもんね。ありがとうございます、すごいたくさんありがとう。高尾さやかです、来ちゃいました、いつでも来てください。どこから来たんですか、高尾さんのこと知ってる、お、すごい、知られてる、めっちゃ可愛い、嬉しい。2000人一気に、2000人ぐらい一気に増えたってやばいよ。そう、あ、じゃあちょっと宣伝いいですか、あの来週の7月2日にヤングマガジンさんのウェブがあるんですけど、ウェブバージョンで私のソログラビアが公開させてもらえるんですよ。それが公開されて1週間あのランキングがあって、1週間どれだけの人に見られたかっていうランキングがあって、それでね10位に入りたいので、7月2日の日曜日に毎週更新なんですけど、見てください。もうそのもう普通に見てほしいんだけどね一番は普通に見てほしいんだけど、やっぱりそうなんですよ。
来週です、来週だから楽しみにねしててください。上位になったら紙面に本物本紙面なんて言うんだろうに載せてもらいます。そう見てほしい。なかなかねないんですよ、ソログラビアのあれはちゃんさん機械ないんですよね。おお、ユーズさん福岡出身、え一緒やん、一緒やん。そう、上位のメンバーは本誌に掲載されます。そうなんです。またね来週あのお知らせするので1週間またその後もなのでツイッターねとかインスタとかフォローしてくれてたらなって思います。中島ゆずきさん、へー一緒です、福岡、岡山住んでるのでシティ気になる。おおすごい、瀬戸内やん。どうやったらランキング上がる、いっぱい見たら1週間いっぱい見たら、うんうん、あフォローありがとうございます。そうウェブバージョンなんでね見れると思います。リツイートとかしますので、やった言えた言えた言えた。そうできたらそうですね、そうですね、有料も見てほしいですけど無料で見れるんでね本当に一期一会ですからね、ほんとその出会いというものはね本当にいつなのか分かりませんから。そうなんですよ、ねえそうですね、すごい一気に流量もあるよ。なんか無料の無料バージョンと流量バージョンあって見ていったらここからは流量みたいに出てくるんですよそうここからはみたいな、そこですね、そこです、そこ。あフォローありがとう、嬉しい笑い、お YouTube チャンネル見てました。おお、そう息を吸う心最新シングル3月にね発売だったんですけど、こちらもねミュージックビデオがね400万回再生突破したんですよね。嬉しいこと。そうですね、めっちゃいい曲、そうなんですよ、めっちゃいい曲なんです。私もあのドラマバージョン MV の方はその400万回再生突破した方はなんかダンスバージョンもあるんですけど、そちらは
学生の役としているんで、見つけてください。先生にね、怒られてるので、そういう人を演じています。そうそうそう、聞いてみてください。そう、メンバーの顔もいっぱい見れるしね、近くで。イエーイ。そうなんですよ、最初見た時はさ、ファンの方もね、びっくりしてましたけどね、なんでみんな丸々なのって、なんでみんな丸々なのって。私はそうですね、結構胸が苦しくなってましたね、その時演じてる時は。歌ってる時も、リップシーンの時もね、なんかいろんな感情が混じってって感じでしたね。そうそう、そう、ダンスもね、めっちゃ寒かったけどめっちゃ寒い中にやってますね。そう、3月15日に発売だったんで、 MV 撮影はそう、冬でした。めっちゃ冬で、ビルの屋上で撮影してましたね。めっちゃ太陽が近いんで眩しい時もあったけどね、昼間とかは。目がね、開かなかったですね。そう、私は黒の衣装です。ベレー帽をねしてますね。確かに目開かなかった、でも楽しかったです楽しい、楽しい撮影でしたよ。白の衣装ね、なんかそう、白の衣装も着てみたいんですよね。でもこれからなんかのなんかで着てる時ありますかって聞いてみたんですけど、ないんじゃないって感じでした。そっか、そうですよね。でも着てみたい、なんか
ねえ、そう、私結構私服は白とかが多いんですよね。どういう色分け、どういう色分けなんだろう。そう、だからね、そう、白かなって思ってたけど黒でしたね。でもね、結局なんか黒の衣装ってないから、あんまりないし、まあ、ベレー帽もねかぶれたし、なんかまた珍しい。自分をね見せれたからよかったなーって感じです。衣装をいつする？いつするっけな。フィッティングがあるんですよね。フィッティングがあるから、多分撮影する前日とかかな。前日らへん、当日とか 当日、いや前日だね、前日ぐらいにフィッティングがあってって感じかな。結構スケジュールがね過密なんですよね、なんか MV 撮影って。ベレー帽担当って聞いた時、でもね最初4人ぐらいいてみたいな、でもいつの間にかなんか一人になってて だからその時はあまり、そう、感想なんだろう、まあでもベレー帽4人の中に選ばれたのは嬉しかった。なんかタンポポ衣装の時も4人ぐらいいたっけな、ベレー帽4人ぐらいいて、その中には選ばれなかったから なんか、自分は違うのかと思ってて、でもなんか一回はそういう衣装でベレー帽してみたいなって思ってたら、花は誰のもの公園でユニット塾の夏のスキヤご用心がベレー帽だったんで、それですぐかなって だからやったーって思ってたら、息を吸う心でも、なんか「高尾」って書いてある袋の中にね帽子があったから、これは？まさかと思った。そう、レザー、そうですね、ちょっと生地がかっこいい感じ。そう、でも好きなんだよね、ベレー帽。ふん。そうです、そうです。でもね、そう、ベレー帽もね、音楽番組とか結構ガチガチに止めるからね、結構痛いですよ。そうそうそう、ピンがいっぱい刺さってる、ずれないように。でも多分ね、そうですね、なんだろう、監督さんのなんかイメージ的に
んかやっぱり黒の衣装だったからこそなんか帽子がいい感じになったみたいなって感じだったんで、その面でも良かったかも。可愛くなりすぎたくはしたくないみたいな感じだったんだよね。そうそうそう。感じでしたね。ねえ、息をする心、確かに可愛い感じじゃないもんね。かっこいい感じだね。曲調、曲の感じ的に、ね、そうそう、曲のイメージ大事。メッセージソングいいですよね。なんか STU いいよね。そう、わかる。なんか可愛い曲もそんな、なんだろう、なんだろう、 STU っぽいよね。そうなんですよね。そう、しみるよね。次のシングルどうでしょうかね。何も知らんけど、もう息をする心のイベント終わっちゃうもんな。いつもどういうタイミングだったか忘れちゃうんだけどさ。ねえ、皆さんもさ、なんかいろいろ考えちゃうよね。私もさ、いろいろ考えてます。考えちゃうよね、なんか。そう、やっぱりね。次のシングルでまたね、話そうねとか会おうねっていう話とかも最近ファンの方ともあるし、いや考えてますよ。多分もうなんか眠れない日とかも多分そういう考えちゃうのも多分あるんですけど、あと2日か、あと2日。お話かあと2日ですね。まあツアーとかね、ライブとかもあるけどね。そうです。ねえ。
り返あります、振り返ります。目標がね叶ってたらいいな、その時には。って思います。なんかそう、そういう話も増えてきたからさ、そうやっぱり叶えたいよね。思ってますね、うん、ね、そう、もう言葉にしてるからね。そうだね、ファッション誌とあと写真集と。私、いや今までたちね目標あんまり言わない人だったんですよ。あまり口にしなくて、メールとかではファンの方には伝えるんだけども、あまりなんかそう口では言えなかったんですよね。うん、まあ、それはちょっと自分の弱さとかもあったりとかして、言ってしまったらみたいな。でも今年はもう、ね、そういうのなしにして、そうなんですよ。でも言霊ってやっぱありますからね。いろんな感情、いろんな、まあ思うことはいろいろあって言えなかったけど、今年からはもうまたね、過去の自分を超えるということで、って感じです。そう、でももうね、去年の夢とか、結構去年までの夢とかは今叶ってたりとかしてるのでね、やっぱりこれはこれはやっぱりさらに超えていかなければ。そうだね、時間はねかかったかもしれないけど、確かに叶ったもんね。秘めてる願い、そうだな、また今年その目標を掲げて叶ったらまた次のステップ行きたいですね。一つ一つ、そう、一歩一歩ですね。わあ、なんかね、だからずっとドキドキしてる、なんか。考えたらさ、止まらないんだよね。
ファッション誌ね。そうなんですよ。そうでもそうワクワクもしますね。うん。ワクワクもしますよ。なんかやっぱりこう外に向けてというかね。見た時はやっぱりなんかよくわからないワクワク感というか、風を感じますね。息ができます。ちょっと詩人になってきたかな。夜なんでね。日曜日だから そう、日曜日は特にみたいなとこあります。そう、落ち着いてる。うん、メンタル良くなってきてますよ。確かに。ね、気分転換、確かに気分転換でも最近できてんだよね。なんかね、最近そのマイナスイオンが溢れる場所になんか行く機会が結構あったりして、ありがたいですね。プライベートではないんですけどね、全部あの活動にのやつなんですけどでもなんか最近急にそういう場所に行くことが多くて、なんかそうパワーもらえてる。そう、ロケか。そう、今日はね、プライベートですね今日はめちゃくちゃプライベート。ラーメンも幸せ感じた。みちゅさんと、そう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 、いろいろ話した。そう、みちさん、そうなんですよ。なんかね、
そう。もっとなんかラーメン行きたいっていう話はしてて、それが急にね、そう今日にねなったんですけど、なんか私がみちさんに魂レベルでみちさんとなんかなんだろういたら落ち着くというか日はいい一日だったなって思うんですよねってそう言ったら、なんかみちさんがパワースポットやんって言ってていい返しって言って、ね、そんなさいい返しできる？ですよね、返しがねいつもね心地いいです。別に私はねボケて言ったわけじゃないんですよでもなんかそう素敵な返しが来たんです。みちさんはそうなんかいい意味で少し適当でなとこもあるから、そこもねなんかすごい心地いいです。なんか心が広いんですよ。心がすごい広くて、なんか見てるものもなんかちっちゃいことじゃなくてじゃないから、そうそうなんか話しててもなんかそう私の言ったことをなんか突っ込む時はあるけど、ちゃんと聞いてくれながらも否定しないんですよね。そう、言ってることもね全部しっかりしてるし、なんかそうですね、話してて思いますね。確かにラーメンのブーム来てそうっていう。みんな食べてるよねラーメン。みんなじゃないけどなんか一気にみたい。ラーメン、そう、ほんと、なん、いつぶりかな、この前福岡帰った時以来かな、いつ帰ったか忘れたけど二郎系ラーメンはそう東京で一回みちさんと一緒に行ったことあって、そこが初だったんですけど、今日2回目ですね。
そう、それもみちさん。だよん。みちさんラムネを爆発させた、知らんけど。そうなんや。ちょっとその情報だけで面白いんだけど。どういう情報？でも私そう、麺類が好きなんだよね、全部。麺類全部好きなんだよ。麺食べて。そばも、そばと、そう、パスタと。担々麺とか。美味しいよね。そうめんはあんま食べないけど。じゃあ私そろそろ終わろう。なんか今日はね、寝れそうな気がするんだよね。さっき眠かったんよ私。1時間前ぐらいなんか本当に久しぶりになんか眠いって思ったんよ。でもなんか配信しようと思ってて、一回ちょっと仮眠して配信するか、お風呂入って配信するかとかいろいろ考えたけど、今日はもうメイクしてるから配信しよう。って感じです。寝よう。ね、今日は何の話したか？ヤンマガと、あ、ラーメンの話と、アメイクと。みちゅさんの話、あ、そう、息をする心の話めっちゃしたわ。マイナスイオンの話。あ、そう、あと詩人になった。あと気づいた、私さっき謎にポテチ食べようって思って探したけどなかったんよ、ポテチが。
いつもストックしとったのに、多分そう買ってない。だから多分1ヶ月前ぐらいの自分が買ってないからなかった。最近1ヶ月前の自分偉いなってなんか思った。って思った。なんかそう1ヶ月前多分そうなんよ、食生活をめちゃめちゃ気にしてて、いつもはポテチを1回に3つか4つぐらいは買ってからストックしてる。でなくなったらまた買ってるけど、それも買ってなかったから偉いなって。って思ったらなんかちょっとね、自分のことをね褒めました。多分そう買おうとしても多分我慢してた。でもチョコはいっぱいある。とりあえずチョコがいっぱいあるからチョコをとりあえず食べる。よし、釣りけんさん、ボンちゃん、いわちゃん、こっぺさん、かねちーさん、はだしのせんちゃん、バリーさん、トシサさん、神戸のヒッキーさん、ヒラ兄さん、フジポンさん、ミツルンさん、タイタンさん、F 渋谷さん、ロックオンさん、ユウさん、餃子パンさん、猫のおかずさん、ナオティさん、BO さん、セイヤンさん、ワッキーさん、神戸のマーチさん、ホタテ様、ヨッちゃん、犬ちゃん、テラさん、ラクラクさん、ゼイちゃん、モテキさん、ケンタロウちゃん、オーサムさん、立花隼人さん、アッチューさん、ありがとう。てかさ、なんだっけ、ヤンマガウェブのさ、あの告知のあの動画をさ、の自分の声めっちゃ大きくてびっくりした。めっちゃ声大きくないって。頑張ってる。頑張ってた。来週のヤンナガウェブはみたいな。そう、最後のさ、確かに最後のバイバイは自分だった。そうそうそう。ああ、いや本当に本当に、なんかびっくりした自分の声に。おお。なんか声ハキハキした方がいいかなと思ったけど、なんかマイナスイオンを感じへへへみたいな、なんか滑舌感じられる撮影になりましたみたいな。え、なんかさ、絶対なんかさ一癖あるよね。頑張ってるけど。
スイオン出してました？え、あれは多分3回目ぐらいの自分。うん、ちょっと間違えたりした、いろいろ。結構なんかあのね、あの動画ちょっと自分あんまりうまくいかないんで。来週の、あ、すいません、もう一回いいですか？なんて言っていいかわからないんだよね、なんか。自由なんですよ。だから自由にやればいいけど、なんかその時いろいろ考えちゃってなんていうか忘れちゃう。でも一回待って、アフタートーク長い。なんか高尾さん、あの BLT さんの初グラビアでなんかあのそうどういう撮影だったか言うときになんか最初はなんか自由でいいよって言われたから自由にいたんですよ。なんか高尾でしたみたいな言ったらなんかマネージャーさんになんかもうちょっとなんかここで撮影しましたとかなんかこのここで撮影しましたとか言った方がいいかも言われて、あ、はいはいってなって、だからちょっと今日は高尾さんで撮影してみたいな、明らかになんかもうなんかちょっと自分だけで自分じゃないような感じのなあれになってた。そうなんや。そうちょっとあれちょっとねそう気まずかったよね。っていう話だった。だからそれからかな、なんかなんて言おうなんて言おうって思っちゃう。そうそうそう、トラウマトラウマになった。だからそう、まあ、そう慣れですね、慣れ。まだね、そうまだ慣れてないということでした。ありがとうございました。バイバーイ。おやすみです。おやすみメール送ります。